AKB 紅白ありがとうございました。ありがとうございます。お休みメール検閲引っかかっとった。ごめんなさい。なんで引っかかったんだろう。ちょっとまた聞いとくね。お休みメール送ったんだよ、ちゃんと。ライブ中に、ライブ中ってか、ライブの待機時間中ね、ちゃんとその踊りながら送ったわけじゃないです。ライブの待機時間中にもう送れないなと思って、そしたら検閲引っかかった。残念。イカを食べながら。お疲れんこん。ギリギリ駆け込み。めっちゃさ、帰るの遅くてさ、今日ショールーム間に合うかなってめっちゃ不安だったよね。やっぱもう4日目やし。そうや。今日はね、時間短いんですけど、皆さんに見せたいものが。ありますよ、皆さん。多分私のショールームが始まってすぐピョンって今来てくださった、私のことをフォローしてくださっているであろう皆さんに特に見てほしいものです。来ます。じゃ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 
射するな。めっちゃ自分が反射してる。あ、こうしたらいいのか。ショールームアワード、あ、めっちゃ反射してるわ。まあいいや。ショールームアワード2018ショールームの AKB48 グループ賞 ST48 福田あかり様っていう、こんなね、もう立派なトロフィーをね、ちょっとめっちゃ反射してる、いただいて、このトロフィーが今日なんとこの立派な箱に入ったものが手に届きましてね、ショールーム配信がしてて AKB 紅白の裏で、そこでなんとショールームの社長前田さん、前田裕二さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そのショールームの社長の方が直々にこのために来てくださって、私にその谷口めぐさんとか福岡瀬奈さんとか、あの青木さんとか、あとメンバーもね、トロちゃんとオキちゃんと葵ちゃんがいてくれた中で時間を割いてくださってね、このトロフィーを手渡しでくださってありがとうございました。本当私が授賞式ね、勝手な都合で行けなかったのに、こうそうやってやってくださってすごいありがたかったしね、多分福田に興味ない人からしたらなんだこの時間って感じだったかもしれないんですけど、でもそれでもすごいありがたくて、私の今日の AKB 紅白も楽しかったし、これもすごいハイライトです。今日のそうそう、私が毎日アイドル切れたのもね、知ってらして、あのこれからもでも毎日アイドル頑張ってくださいって言ってくださいました。何かなんで、もうもちろん頑張るつもりだったけど頑張ります。空飛ぶりょうくんもありがとう。メハ、はい、これはもうさっきこの配信をつける直前にぴょってツイートもしたんですけど、本当にメールでもね、一番にメールで送ってやっぱり宝物なので、また家に綺麗に大事に置いときたいと思います。今日いっぱい写真撮ったからめっちゃ指紋ついちゃったから、またメガネ拭きで拭きます。これはちょっと嬉しい、めっちゃ近いし、ベアありがとう。そう、また配信もね見ますねって言ってくださって、ぜひぜひって感じです。キューズキちゃんも黒いパカ着てた。こんな感じで近くで見せたら反射するな、すごいね、文字がね入ってて、横から見たらこんな感じです。よくお土産屋さんである感じのやつです。すごい立派なトロフィー、宝物です。私のありがとうございます。みんなさんの、私は何もしてない、みんなさんのおかげでありがとうございます。そう、名前入りでリカさん、これ3つ目ってすごいな。そうで、今日リカさん、中井リカさんと中村あゆかさんも一緒に受賞したんですけど、リカさんとあゆかさんとも写真撮ったんで、また明日メールで送りますね。そう、今日メール時間間に合わなくて全然送れなかったんで、明日送りますね、あゆかさんとリカさんとの写真。はい、かっこいい、ありがとうございます。 AKB 紅白で印象残った曲はやっぱり古畑奈央さんと佐藤安寿さんがやってらしたブルーローズ、かっこよかった。 STU の2個前かな、1個前だ、1個前にやっててかっこよかったな。須田さんと リカさんのオネストマンも、オネストマンのねバンドバージョンめっちゃいいね、生楽器バージョン。オネストマンが良すぎたのに楽器バージョンとかで来られるともうマジで本当にかっこよかった。あのオネストマンからのブルーローズが本当にかっこよくてドキドキしましたね。
もう全てでも良かったです。闇テラスくんありがとう。ベア、そう、奈々さんのプライオリティがまたかっこよくて、会場っていうかメンバーがキャー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 言ってて、まあなりますよね、それはもう奈々さんさすがのキラキラ、さすがです。今日髪やってもらいました。ちょっと飛び出バスで飛び出たから飛び出たっていうかボローンってなってたから飛び出ちゃったけど、 STU はね、去年はね思い出してよかったの1曲だけ、1曲を歌わせてもらったんですけど、今年なんと5曲も増えて嬉しい。ハイパー君ありがとう。ベア、お、タワー当たった。スペシャル通りすがり毎日配信して大変だろうけど、変わりなく楽しく配信する姿が見れることを勝手ながら嬉しく感じてます。力を得ることは少ないだろうけど、これからもご活躍楽しみにしてます。今度こそ本当に良い年を。ありがとうございます。ありがとうです。ニョキン通りすがりさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうです。もらいましたショールームのやつ、本当おかげさまです。皆さんありがとうございます。通りすがりありがとう。良いお年を。良いお年をって3回くらい言ったけどありがとうございます。本当に嬉しかった。ありがたわです。ありがたわです。通りすがりさん、うん、今日大西ももかさんのお写真撮れました。でも私の携帯で撮れてないから、ももかさんの携帯に入ってるはず。送ってもらおうかな、また。でも本当にいい曲ばっかで、今日4時間もぶっ通しでライブがあったんですけど、なんかあっという間だった。楽しかったから。もうやっぱ AKB グループいい曲多いよ、本当に。そう、リッタンさんとも撮れたし、レナポンさんとも撮れたし、今日は NGT さんと楽屋が一緒だったんで、すごいお話できてよかったです。指原さんのね、それでも好きだよ、もう最後に HKT メンバーさんがわーって駆け寄ってきて、すごいなんか本当に胸が熱くなるような、なんか演出が結構全部違って、暗闇も踊らずにずっと立って歌うアコースティックバージョンとか、夢力もちょっとボサノバっぽい感じで、いつもと違う演出が多くて、すごいね、またいろんな一個の曲でもいろんな楽しみ方があるんだなっていうのがこう伝わったんじゃないかなって思いますね。 STU はペダルと車輪と来た道とと、暗闇、イメージから瀬戸内の声、瀬戸内の声はあのチャリティーコンサート同様、葵ちゃんがピアノ弾いて由美子がサックスを吹くっていう、またこれまたね感動するやつですよ。すごい良くて、で思い出せてよかった。まあ中学生メンバーが時間の関係出なかったんですけど、でも STU の曲が5曲歌うことができてすごい良かったです。 AKB4 が良かった。ありがとうございます。アキト、クマありがとう。ベア、そういい曲ばっかでしたね。生演奏かっこよかった。もう本当に響きますね。耳にも響くし心にも響く。アーリー、クマありがとう。お、最後並んでる時も確認できてよかった。結構 TDC ホール上もあるから、なんかずっと見られてる感じがして、ちょっとね面白かったです。青にやし、クマありがとう。あ、そうね、全国の映画館44カ所で見てくださった方もありがとうございました。なかなか4時間映画館にいることってないんじゃないそう、やっぱね楽しいけど多分腰が痛かったじゃないかなと思います。お疲れ様です。あつくもありがとう。ベアお、ショールーム配信もずっと見てた。すごい、でもやっぱいろんなメンバーさんが変わる変わる出て、すごいレアな配信だったじゃないかなと思います。そう、おやすみなさい、おやすみなさい。なんか今日すぐ、あ、もう50分だ、すぐ終わっちゃう。今日映画館快適だった、よかったね。すごい楽しかったです。今年も AKB 紅白出させてもらって本当に嬉しかったです。来年もあったらね、今年は白組負けちゃったんですよ。
来年あったらぜひ赤白のどっちのチームになるか分かんないけど勝てたらいいなって思いますね。会場から帰ってきた、お疲れ様です。日清早田くんの友ベアありがとう。これは今日もらったトロフィー、ショールームのトロフィーです。黒白ベアありがとう。暗闇良かった、ありがとうございます。そう、なんかダンスせずに曲を披露するのって本当に珍しいから、歌に集中できる分やっぱり歌への思いもひとしお込めることができて、改めて STU の曲は神曲ばっかだなって思いましたね。うん、葵ちゃんのピアノも由美子のサックスも相変わらず本当に上手だし、 STU 最高だな。それな、ミチとミユミユがノーウェアマンもセンターとフロントで出ててかっこよかったですね。トロフィー重いかな、ちょっと重い、やっぱ思いが詰まってるから。うん、福ちゃん楽器か、ピアノ習ってたけどすぐやめちゃったんだよね、小学生ぐらいの時に。ね、てか TDC はやっぱでかかったです。あんだけ人が埋まってるのをそう久々に見て、また TDC で単独コンちょうど1年前1月かにやったから、また単独コンね STU でできたらいいね、いつか大きな会場で。とりあえず私は家に帰ったらスーパーボールを片付けねばならんの。そして今から UFO のビッグサイズをUFO めどうしても食べたくてさ、探したらさ普通のサイズ売り切れたってさ、大盛りしかなくて今日これ大盛り食べますけど、ちょっと塩分やばそうだからソース控えめでいこうかな。美味しそう。もう本当にずっと何も食べてなくて、本当に食べてなくて今日もうめっちゃお腹空いてるんですよ。もう痩せろって感じだけど、本当に食べてなくて今日本当にフラフラでした。そうでもまあショールーム終わってメイク落としてやつしたらもう眠いから寝ちゃうかも、食べずに。今イカ食べてるから、イカ当たり目。ケータリングなくもすぐなくなったんだよね。イカイカほらイカイカです、イカ。うん、うあゆみ今日イカ食べるって言ってたよ。やべお腹すいた、おつまみ食べなきゃっつって。硬い。うんうん、宝物が増えた。一生大事にする。いや STU でイカの匂い、イカの匂いって言ったらあれだけど、当たり目食べてる雰囲気、今日絶対このバスの中で当たり目食べてるだろうって時は大体カホタルかアユミンだから。でも最近カホタル食べてないな。それがまあね STU の愉快なとこだよ、そういうとこも含めて好き。これ食べたら団長います。
炙ったらなお美味しいんだ。毎日アイドル経過しました。よし、男女読もう。テロップが15分。そう、今日ね、仰天ゆりなさんからもね、AKB48 香川県代表の8の仰天ゆりなさんからもすっごいもう長文の LINE が来て、毎日アイドルが切れたことがすごいへこんでたから、それに励ましの LINE が来てて、本当に優しいなって思って、本当に応援してくれてる人がいるし頑張ろうってまた思いました。本当にももかさんといい、仰天さんといい、本当に優しくて、もうすごい素敵な方々に恵まれてるな私はって思いました。皆さんも本当にいつもありがとうございます。りょうにゃ、お疲れ様でした。ゆっくり休んでね。ありがとう、お疲れ様。しんご、配信見ておめでとう。ありがとうございます。自慢の推しメンです。お、これからもよろしくね。ありがとう。アーリー、山口県在住、お疲れんこん。ショールモード、いいトロフィーね、立派なやつ。福ちゃんルームとみんなの決勝、本当にその通りです。ありがとう。バーバちゃん、バーバちゃんありがとう。闇テラス、推しの卒業から1ヶ月、きついつや福田推しになってた。おー、ありがとうございます。これからもたくさん思い出作りましょう。アーツ、ありがとう。アーツ、アキト、福ちゃん推し、今日もお疲れ様。お疲れ様、日曜日お疲れ様です。空飛ぶ寮、映画館見てた。お、福ちゃんトロフィーおめでとう。ありがとうございます、嬉しい。黒白、お疲れんこん。グループ賞もありがとうございます。ミニヒヨ組織見えてよかった。裏配信でタワー投げたら最後まで壇上じゃ。え、そうなの、すごい、ありがたわ。原拓、お疲れ様。お、新たな ST 見て感動しました。映画館にもしっかり届いた、よかった。白組負けたけど大勝利やな。そうね、よかったよ。結果はね、どうあれ楽しかったし。アブ、感謝感謝です。次は総選挙トロフィーを、来年は本当にガチでいきたいと思います。ありがとう。アブ、ハイパー、今日もありがとう。そう、 STU がね、5曲もやらせてもらって嬉しかったです。裏配信も、お、表彰見れてた、よかった。今週も頑張ろうね、ありがとう。そして1位が日清原田くんの友、ありがとうございます。お疲れ様。最近福ちゃん気になってからついつい目がいったの。本当嬉しい。今度原田くんと連番したくしてきます。お、お待ちしてます、ありがとうございます。お、58分。では、はい、もう AKB グループ最後の大きなコンサートということで、今年最後の、すごい楽しかったです。私が福田はあったら瀬戸内って言ってください。お庭外の福田は瀬戸内、3度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さんお疲れんこ、お休みみんゼミです。配信見てくださってありがとうございました。明日も頑張りましょう。私も頑張ります。ありがとうございました。これも宝物です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よかったらフォローしてください。お疲れんこ、お休みみんゼミ、ありがとうね。バイバイ、またね。ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。バイニャンター。